日本東京都江戸川区一野江町一野江町は東京都江戸川区の町名。住居表示未実施。郵便番号は134-0092。江戸川区中部に位置し、強小な町域を持つ。住居表示実施済み地域の一野江1から8丁目とは別の行政区域である。北で一野江6丁目、東で春江町4丁目、南で二野江町、西は 船堀五丁目と隣接する。北辺を新大橋通りと接し、西辺を市野江境川、東辺を市野江通りで隠す。町域内のほとんどは住宅地であるが、町域面積の極めて小さな町であるため、公共施設などは少ない。学区は隣接する町域に組み込まれており、小中学校は春江町の江戸川区立市野江第二小学校。 江戸川区立2の江中学校の学区にあたる。1932年の江戸川区成立時に、市野江町として成立。1938年の町名一番整理により、当地区の大部分は市野江1から4町目となったが、新大橋通り以南の最南部のみは、市野江町のまま残り、2020年現在も存続している。市野江町のほか、近隣の二野江町、 春江町4.5丁目、西水江5丁目、江戸川6丁目を含む一帯について、江戸川区は二の江市から5丁目という新町名への変更を予定し、1998年5月1日付の広報江戸川に新町行き図が掲載された。しかし、住民の強い反対により、当該地区の町名変更は見送られている。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内に鉄道駅はない。しかし、隣接する市の江に都営地下鉄新宿線市の江駅があるため、 住民の鉄道交通機関の利用に困難は少ない。町内にバス停はないが、市の江通りを挟んだ対岸に、都営バスの春江町4丁目バス停があり、利用可能である。ありがとうございます。